いいですか、サムライティングの皆さん、こんなもんじゃ僕満足しませんよ。もっと強力なやつお願いします。以上です。お疲れです。今日は何ですか。今回デリバリーの第2弾をお届けしようかなと思ってまして、前回キャベツを余ってるってことで購入させていただいた時に別の野菜も余ってたので、うん、その野菜を使って、うん、まあ、料理をしたかったんですけど、まあ、前回ちょっと料理と言えるものではなかった。1ミリも違うっすね、うん、ちょっとね、前回はちょっとエンタメ性に振り切りすぎた部分があったのかなと思って、今回はご家庭でできる調味料を使ったつけそばを作ってデリバリーでお届けして食べていただこうかなという企画です。急にレベルが上がりましたね。でも、まあ、マックス鈴木はとにかく料理ができない。できないですね、本当にできないあの人マックス鈴木キッチンってやってるけど、あれ全然違うから邪魔だよまあでもデリバリーといっても美味しいものを食べてもらいたいんで、確かに、もう下処理というのを全部終わらせて届けて盛り付けたらもう食べれるよっていうところまで持っていこうと思ってます。今回は肉汁つけそばっていう形で、そばなんだけどちょっとラーメンに寄ったようなスープにして、茹で上がったそばの上に甘く煮た豚肉と玉ねぎの牛丼の上みたいなやつって言った方がいいのかな。で、今回使う麺、流水麺っていう、皆さん知ってますかね。茹でる必要がないんですよ。流水でさらすだけで食べれるっていう麺で、そのまま食べれる。へえ、便利。それだったらマックス鈴木でも大丈夫だろうと。これあの人失敗したらちょっとバカにしてやろうでも、まあ、あんまりちょっと凝ったことはしないですけど、まあ、家庭にあるもので美味しくできるような内容が伝えられたらなと思って、あ、じゃあもうご自宅でも全然簡単にできる美味しい料理を今回は Y さんが紹介してください。そうです、調理するのは、うん、僕じゃなくて誰です。うん、だよね、うん、料理人じゃない吉坂さん、全然バズるやつ吉坂さん、あの動画始まってから5分くらい全然一言もしゃべってないです前回言ったお嬢した吉坂君なんですけど、はい、そうですね、料理人なのにやったことはキャベツ切っただけっていう、そうめちゃめちゃ緊張してながら第2弾ちょっと僕の代わりにいろいろ作ってもらいます。今回はじゃあ今回吉坂さんが料理を作って、 Y さんは何にするんですか。監修するつまりサボりじゃねえかよだって俺より全然うまいんだもん。そう、目指せ再生回数2000回。うち今2万5000くらいですけど、その10分の1プレッシャーなんだよ。サムライイーティングなのに今のところマックス鈴木1人も出てないですから頑張って作っていきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。マックスさんがいつもおっしゃってるレッツイート、じゃあ2人で言いましょうか。いや、もうこれレッツクッキングでしょじゃあこちらも抜いてあげて、抜いてあげて一緒にやんない、ね、一緒にやんない。じゃあ吉田さん、全くもって無茶ぶりなんですけど、何の事前打ち合わせもないんですけど、レッツ食っててちょっと言ってもらっていいですか今後これで決め言葉使うから打ち合わせしたかったな、それお願いします。爽やかイケメン行こうか、はい、じゃあ行くよ、はい、レッツクック。おあれ、もう行こう、もう行こう、できない、もうダメだ、もう一回言う無茶ぶりに絶対慣れてないから、慣れてない、慣れてない、落ち込んじゃった、落ち込んじゃった、じゃあ今から調理を実際やっていただくということなんですけど、うん、食材は何があるんですか。食材はこの鶏のチャーシューと、うん、で今から作るのは肉つけそばの豚の、甘辛く煮たもの、あとネギです。ささじにしたそばの上に大量にのせるネギ、トッピングで、まあ、そのネギとあとオクラと絹さやとあと温泉卵とあと漬け汁か。で、僕さっきからずっとツッコみたいなと思ったんですけど、うん、これはまずチャーシューっていうの分かったんですけど、うん、これ何ですか。これは低温調理器っつって、一定の温度でお湯を低温でずっと保って、あっほのかにあったかいんですね。そうそうそう、で低温でやることによって、うん、あのお肉もパサつかないし、はいはいはい、はい、しっかり柔らかく仕上げることができる。これいくらぐらいするんですかね。これピンキリなんだけど、これは確か2万円ぐらい。ああ、じゃあまあちょっと高い。そうです。安いものだと全然もう1万円切る、7000円とか5000円とかで売ってる。ただこれがあればロースビーフとかも全然簡単に。これは IH なのかな。普通の IH。これで肉汁。そうだね。ちょっと野菜入れてるためのお湯を温めてる。とりあえずこの野菜だけ先茹でちゃって、ここで豚肉をちょっと炒めていこうかな。ちなみに緊張具合はどうですか。緊張具合ですか。はい。もうオープニングで僕やらかしたんで怖いものないって取られてないから分かんないけど、さっきそこでグラス割ったから、そうガシャンって割って、普通はごめんなさいとかあるじゃないですか。吉田君ガシャンって割った後すげえフリーズしてたから大変失礼しました。よし、じゃあもう大丈夫、お願いします。はい、
まずお肉ですね、豚肉、玉ねぎ、新玉、唐辛子、あとニンニクとみりん、収まる、収まんなくね、見えない見えない、たまり醤油と牡蠣のだし醤油っていう、これ使って調理して、新玉を持って、ちなみに今回何人前くらい作るんですか。じゃ今回、4人前ですね、作ります。まず玉ねぎから、もうちょっと大きいのしちゃうんですね。そうですね、2個ですね、使う量、うん、次は炒める、うん、じゃカッティングはこれで全て玉ねぎ、ニンニク、ネギが終わって、はい、はい、終わったのでこれであとは豚肉を炒めていく、炒めていく、はい、ニンニクを、はい、してでも匂うの、うん、俺ね、IH 使うの初めてなんだよ、今日ガスでしか使ったことなくて、火が見えてないからどれぐらいの火力で今炒めてるのかとかしか分からない。玉ねぎで、はい、全然こんなたっぷり炒めると溶けちゃうし、飛び始めたら調味料入れていきます。なるほど、汁もちゃんとですか。うん、でも汁ね、飛ばないんだよ飛ばないのか、メジやると玉ねぎいなくなっちゃうから入れちゃう。じゃあみりんを、はい、はい、大体入れるよ、はい、で、たまり醤油、はい、たまり醤油はもう色付けのために入れる感じなんで、そんなに入れない。あとは気持ちの問題、やらないでしょ、だって家で料理するとき測らんでしょまあでも実際僕作ったときとか、うん、大さじ1杯だったりとりあえずこんなもんしようって言ってました。困るよね、大さじ1杯とか言われても家庭によってスプーンの大きさ違うわけ。胡椒少々少々通る。で、牡蠣の出汁醤油、牡蠣の出汁醤油、うん、出汁醤油を3回しに、うん、濃くなっちゃうとどうしようもなくなっちゃうけど、薄めで気持ちイメージして後で調整していく、うん、そう、あとはこれもちょっと煮詰めていく感じ。はいはい、落とし蓋をして煮付けが今どんな感じですかね。もうちょうどこんな感じ、おー仕上がってる。おー、これもう出来上がりです。うん、だいたい10分から15分ぐらいですかね。そうですね、15分ぐらいかな。で、お肉はこれで OK と、うん、OK です。はい、だからもう、チャーシューが出来上がったんで、うん、おー、取り出しますね。はい、こんな感じに。これなんかついてるハーブですか。これ周りについてるの黒胡椒です。あ、ブラックペッパー、はい、これをじゃあ今から切っていきます。はい、はい、じゃあ今から、漬け汁ですね。はい、そう、漬け肉汁漬けそばの漬け汁を作っていきます。はい、ベースは、うん、だしとあとは海水ですね。海水、もっとラーメン屋系してたプロ、すいません、海水ってなんですか。海水は大元のタレ、いろんな醤油とか混ぜたりタレ、はい、醤油タレみたいのをまずこう丼の中に入れて、それを炊いたスープで割る。ちょっと濃いめのスープみたいな。そう、うん、スープで割る、もう元々の、まあ、味の決め手にもなるんだけど、そういった醤油ダレみたいな、醤油ダレを、なんて言うんだ、なぜかそれを返しと呼ぶのよ。へー、業界用語ですね。まず、だしのベース自体は、だし道楽って、これすごい、自販機で売ってる1本700円。
へえ。ちょっとよく見ると中にね、はい、浮かんでるね。あー、これは視聴者人わかるかな、なんかね、いるんですよ。これ、これなんですか。昆布と煮干しの顎が1本あるから使ってる。顎出しだね、これ。トビウオが入ってる。売ってんだ、すごい。今最近結構自動販売機で売ってる万能調味料。へえ。で、この出汁を使うの。そう、出汁をベースで、で、返しは2種類。2種類。1個がさっき豚を甘辛く炒めたものの汁。はいはい、1つ目がそれ。そう。で、もう1個がこの今もう作っちゃってないけど、この鶏チャーシューの。鶏チャーシューのタレ。あー、はい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 、はい、結構重いんだけど、これはもう、みりんとたまり醤油と砂糖、はいはい、この2つ合わせて。なるほど。あとはもうこれをそのままお湯で割るだけのもの。あー、なるほど。返しとだしを合わせてそのままお湯で、うん、そうそうそう。なるほどなるほど。この工程はとても早く終わっちゃいます。味が決まればできた。ですね。トビウオのアゴ、アゴアゴ、トビウオのことアゴっていうね。あ、そういうこと。アゴだしっていうのはトビウオのだしっていう意味。なんか寿司屋さんとかでよく嗅いだ匂いやん。うんうん。逆に俺料理してないんですよ。濃いね、このだし。あ、結構濃いんすか。うん。いる？いいっすか。いただきます。濃っ。濃っ。うん、めっちゃ濃厚っすね。本当につけ麺のタレみたいな感じにしたいから。はいはいはい。じゃあちょっと濃いめというか。そう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 。そしたらあとは、うん、これとこれを入れて味を調節していくか。ね、うん、こっちはもうほとんどたまり醤油とみりんだが、みりんと砂糖だから、もうこれがチャーシューみたいですね。うん、これ沸かない程度にまで温めて、うん、魔法瓶に入れて。なるほどなるほど。お届けします。はい。煮干し油、まずこの普通にスーパーで売ってる煮干しを鍋に、はいはい、全部入れるんですね。はいはい。で、これにちょっとひたひたになるぐらいの油を。めちゃくちゃ入れるんですね。煮干しとかは普通にこう出汁で取ろうとするとえぐみとか出たりしてすごく難しいから。なるほど。こうサラダ油に煮干しを浸してゆっくり火入れしていくと、このサラダ油に煮干しの香りがどんどんつくわけよ。で、低温でゆっくり油に煮干しの香りを移してって、それをあったかいスープの表面にかけると香りがふわーっと立つわけよ、煮干し。はー、なるほどっすね。まあ、沸いちゃうと焦げちゃう。あー、はいはいはい。ゆっくり。はい、ということで、ヒントが合うかな。これは、これは何ですか。これはね、こっちが先ほど作成してた煮干し油。うん、煮干し油。結構ね、色が出てるんですよ。え、匂いとかちょっと嗅いでみていいですか。嗅いじゃう。嗅いじゃう。気になる気になる。ちょっと、すいませんね、少々になっちゃって。あー、すげえ、めちゃくちゃ煮干しの匂いするっすね。で、まあそのままこして油だけを、うん、なるほどなるほど。中はこっちはラー油の方、綺麗に赤くなって、あの人辛いの大好きだからね。うん、そうっすね。中央香りを。あ、すごい、なんかめちゃくちゃ香ばしい。なんだろう、香ばしいしか言ってないけど、すごいなんかまろやかな匂いする。まあ、これちょっと味変用でね。あ、なるほど。うん、ちなみにラー油は何入ってるんですか。これラー油はもう唐辛子とニンニク。うん、あ、ニンニクの匂いがめっちゃいい匂いする、ね、ちょっと味変楽しんでもらえればなって。なるほど。じゃあ、これが今回のトッピングですね。味変の具になる。具だくさんですね。はい、こっちが今出来上がったのは鶏チャーシューです。鶏チャーシュー。こちらが豚の甘辛煮。で、これがネギの笠地ネギ。で、万能ネギ。これがオクラ、キヌサや海苔です。海苔。はい、なるほど。ということで、はい、パッキングが終了しましたね。つけそば。で、これはこれはちょっと付け合わせの揚げ玉。はい、流水麺2キロ分と温玉のパブリング全部入ってます。このね、タッパーがレンチン対応型なんで、ここでのチャーシューとお肉とかはもうレンチンしてもらって、うん、あとは乗れば終わりですよ、バカでもできますよってなってるから。バカでもできるんですね。バカでもできるはずだから。できなかったらバカですよね。でも俺が一番バカだったんだけど、うん、ポットが段ボールより高いっていう、これどうやってちょっとここ詰めようかなっていうのを考えてて。遠いんだよな、家が。あ、でも、はい、いいじゃないですか。よくあるなんか、ね、うん、ちょっともっこりしてる。あ、OK、 ちょっともっこりしてるぐらいが気持ちいいから。どういうこと。じゃあ、持っていきたいと思います。はい、ウィー。
はい、ということで、まあ、今ほぼモザイクだと思うんですけど、はい、鈴木さんのお宅の近くに到着しました。やってまいりました。今回はキャベツとまた違って、うん、初めの時ですね。美味しいから、美味しいです、ね、キャベツも美味しいよ。そうですね、まあ、ソーシャルディスタンスなんでね、うん、まあ、近づかずに行きましょうか。う、ね、まあ、吉高さんの顔以外全部出す。俺だけだよね。そう。ラフ。普通にほら、始めとしないでよ。一応戸惑ってんだから。今回こういう感じなんですか、侍は。ちょっと前回はちょっと失礼すぎたかなと思って、なんかそういうなんか無茶っぽいノリをなんかすごい正論みたいな言い方されると何も言えなくなるんですけど、これ吉田さんじゃないですか。今日あの Y さんが実はね、今ちょっと今モザイクが他にかかってて見えないと思うんですけど、ちょっと Y さんが忙しくて行けないからお願いっつって。いくらでもし適当だな。第2弾。ちょっとあの前回直接渡していかないと失礼だったなと思う。はい、今日の話です。じゃあこの、この辺越しでいいかな。お納めください。お納めください。サムライでいっぱいです。おもろ。マイさんもお手紙付きなので、ちょっと中身と一緒に楽しんでいただければと思います。あ、ちょっと待って、あの、はい、前回の、はい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 、あの、愛しかこもってないキャベツ。愛情しかなかったキャベツ。タッパーあるんで。洗ったんでちょっと待ってて。今回重いなこれ。前回どういうフードバトルかこれ。まあ、ありがとうございました。これね、すごい。ちょっと待って、もうね、これ浮かぶもん。なんかあの Y さんとか吉高さんとかゴリちゃんが切ったり取ったりわちゃわちゃしてる絵、ちょっと羨ましい。そのノリ寂しいんだよ俺は。忘れてた楽しさは蘇っちゃったもんだって。その前正直ちょっと楽しかったもん。吉高さんもほらメンバーで加わってるしさ。前々から実はいたけどね。そうです、実はね、いたんですけどね、堂々とはね。まあいいっすわ。じゃあとりあえずじゃ あ, あれいただきますね。はい、美味しくなる。まあ、でも縁のあるからありがとうございます。正直言っていいですか。はい、めっちゃ嬉しい。ありがとうございました。いい人かよ。ありがとうございました。いいっす、お疲れ様です。はい、行きましょうか。行こうか。喜んでくれるといいな、ね。また侍一本届きました。これは勝ちじゃないですか。これ完成って言わないですか。丼肉盛り付けの